ユーボート戦闘賞はドイツの勲章。もともとユーボート戦闘賞は第一次世界大戦中に制定された勲章であった。そのため、ナチス政権下で制定されたユーボート戦闘賞はその時のものを復活させたことになる。ユーボート戦闘賞を受ける最低条件は2回以上の任務に就くことであった。ユーボート乗組員は頻繁に出撃するわけではなく、 陸軍の不評突撃賞などと比べると格段に期間が長く条件も容易であるかのように見える。だが、連合国側の航空機や軍艦が常に U ボートを捜索しており、たった一回の出撃でも無事でいられる保証はなかったため受賞は難しかった。それ以外にも任務中に負傷した場合でも受賞できた。また、戦死した場合は近親者に送られた。 デーニッツのために制定された特等ダイヤモンド付け、U ボート戦闘賞 U ボート戦闘賞には2等級、設けられていた。2回以上出撃すると受けられる賞。ただし、極めて優秀な選考を挙げた、U ボートの艦長であれば1回の出撃でも、受賞できた。ダイヤモンド付 U ボート戦闘賞はすでに、白洋付け騎士鉄十字賞を受賞しているものに、与えられた。 ダイヤモンド負傷に関しては、詳しい受賞規定がなく、あくまで名誉賞としての位置づけであった。また、カール・デーニッツについては、ダイヤモンド付け有望と戦闘賞よりも上の、等級である、特等ダイヤモンド付け有望と戦闘賞が特別に、制定され、送られている。この賞を受賞したのは、デーニッツただ一人である。ありがとうございます。